今日はサクッと得点する英検のライティング対策を解説します。ライティング、英作文を苦手とする人が多いんですけれども、もったいないです。私の生徒も最初はライティングが嫌いという子だらけですが、私が講義すると一瞬で得点源としてしまいます。今日は私が熟成にしか教えてこなかったライティング得点法を出し惜しみすることなく、 公開したいと思いますこの動画を見ればライティングで満点取れますよいいですかまず皆さん単語問題の大問1を頑張っちゃうんですよ無駄です単語集とかパスタンとか今覚えてますでしょうそもそも勉強法が間違っています今から単語を覚えたところでその単語は出ません

あなたはこの意見に賛成ですか賛成でも反対でもどちらでもいいです日本語でも何て答えていいかわからないだから解けないと言いますが内容は何でもいいですその内容に得点がつくわけではありません文法やフレームワークに適切に答えられるかが問われていますちゃんとフレームワークを使うこれが鉄則ですフレームワークとはどういう形式で 書いていいてくかという枠組みです日本語で言うと賛成です。理由は2つあります。1つはほにゃららです。もう1つはほにゃららです。だから私はネットする時間を減らすことに賛成です。英語で言うとまず最初に「I agree with this opinion that」。That 以下は問題文をほぼそのままに近い形で書いてしまって構いません。People today should spend less time using the internet. ですこれが1分目にきます。次に2つの理由があります。I have two reasons. これが2分目にきます。そして First ほにゃらら、Second ほにゃらら、For example ほにゃらら。最後に I support this opinion that people should spend less time using on the internet.Agree with this opinion を support this opinion に言い換えました。 もし他に知っている単語があればできるだけ言い換えましょうまずバシッとフレームワークを決めるそしてあとは穴埋めするこのフレームワークに当てはめて書く論法がフレームワーク論法ですでは実際にあとの文章を穴埋めしましょうファーストの穴埋めです書く内容は何でもいいですでは仮に2つ1番 ネットをやると視力が悪くなる。2番、ネットをやると勉強する時間や外で遊ぶ時間が減る。まず、1から英語にします。英語をするときに気をつけるポイントを言います。ステップ1、何がどうする、何をに当てはめる。適当に文章を作るのではなくて、日本語で主語、述語を明確にしましょう。何が、視力が、目が、どうする。 悪くなるどうして長時間ネットを見ているから目は英語で our eyes どうするは would get worse would は仮定法の would ですここでは例えばの話なので would を使っていますが仮定法がわからなかったら単純に get worse でいいです長時間ネットを見ているの部分は接続し if や when を 使ったり、全知 by を使って表現できます。If we spent a lot of time using the internet。もしくは、全知 by を使って、by using the internet for hours.Our eyes would get worse if we spent a lot of time using the internet. と、ファーストの後の文章が出来上がります。spent とちゃんと不規則変化させることが失点しないコツです。 スペルミス、文法ミス、ピリオド、カンマの付け忘れが失点ポイントです。次にセカンドの後です。二分目です。先ほどの要領と同じです。何が私たちがどうする時間が減る何の勉強や遊ぶ。これを英語に直します。We do not have enough time to study and p l a y outside because of using the internet. 先ほどは by を使って by using the internet と表しましたけれども今回は because of using the internet と because of を使いましたこうやってボキャブラリーの豊富さを採点者にアピールすることも得点をアップさせるコツです字数が足りないのでサポートする文章を入れます私たちはインターネットに夢中になるけれどもけれどもは a l s o 私たちは We インターネットに夢中になるわ are addicted to surf the internet surf the internet はネットサーフィンのことですそして私は家でネットするよりも勉強したり外で遊ぶことの方が重要だと思う I think that 私は思う studying and playing outside are more important than using the internet at home are more important than はライティングの表現で毎回使うのでこれを試験でもそのまま使いましょう最後にコンクルージョン結末ですなのではそう私たちは時間を減らすべきだ w e should spend less time using the internet than now スペンドを使いすぎている気がするのでできれば 言い換えます気象転結できれいにスッキリまとめることができましたこれがフレームワーク論法です学校では論文の書き方を学ばないのですがアメリカの授業ではリーディングではなくライティングの書き方つまりこのフレームワークをしっかり叩き込まれます日本人がライティングが苦手な理由は フレームワークを学ばないからです。普段から書く練習が足りません。でも単なる4つの出だしを覚えるだけです。難しくありません。この4つの出だしを覚えて書くだけで16点取れてしまう。ライティングは美味しいと分かったのではないでしょうか。最終的な回答例はこちらです。 最初に問題提起次に理由1理由2最後にコンクルージョン結論です簡単ですねライティングができるだけで16点も得点できますこれが英検準2級のフレームワークです英検2級とほぼ同じです理由1や理由2の後のサポートする分をなくせば OK です数を。 それで削減させましょう。 これが英検三級です。三つのフレームワークを覚えるだけで OK です。注意点はビコーズが小文字です。カンマなし文の一部です。 ディスコスコマーカー接続詞の間違いやすいポイントも覚えておきましょう。「ビコーズや「そうはあくまで文の一部です。文頭大文字では使わないと覚えておけばとりあえず大丈夫でしょう。 最後に直前に迫った時間配分です。英検2級の筆記時間は75分。大問1に20分。1問1分以内に解きます。わからなかったら適当マークしましょう。大問2に5分。こちらも1問1分以内です。大問3に10分。1問につき2分以内です。大問4の長文内容一致問題です。 一問につき二分、七問あるので、十四分以内です。大問五のライティングは二十分です。残り五分で見直ししましょう。大事な解く順序ですが、大問一から解くのではなく、大問五のライティングから解きます。次に大4、大問四、大問三、大問二、最後に大問一です。逆順で解いていきます。 英語問題はライティング長文から先に解く配点が高い問題から先に解くこれが試験のセオリーです最後に得点効率の低い単語問題を解きましょう大問1は一番厄介ですが4割間違えても全然大丈夫ですリスニング引き合わせて65%取れば一次試験合格できますそれでは皆さんこの講義を参考にして 自信を持っててて英検にチャレンジしてきてください。これからまだリスニングや英検対策の講義をアップしていきますので登録をよろしくお願いします。